こんばんは。オーガスタ、ありがとうございました。すごいあっという間の一日でね、朝は今日起きるの早かったんですけど、でも終わるのがすごい体感時間体感してた体感はなんかもう丸一日じゃなくて3時間ぐらいって感じるくらい一日があっという間で、すごい楽しかったです。そう、今日は羊さんヘアにしました。こういうやつ。ヘタピは金魚、ありがとうございます。こういうやつ。今日はめっちゃ楽しかった。私もすっごい楽しかったです。もうなんか最初のトークショーからすごいもうなんかエンジン全開じゃないですけどもうなんか気持ちは朝から大喜利とかしたりできるかなってもうずっと心配でできるかなって思ってたんですけど、でもなんかファンの皆さんっていうか見に来てくださってた皆さんがすごい優しくて、なんか結構多分そんなに面白くないことでも笑ってくださってて、だから私はそんなに面白いことを言えるタイプじゃないので、すごいありがたかったです。皆さんの存在が。本当になんか前髪が変。ちょっと待ってね、まだメイクを落としていないのです。実は秘密ですけど秘密ですけどまだメイクを落としていません。そう、去年のトークショーは夏みかんさんがいらっしゃったので、すごいなんかバラエティのなんかもう1から10までみたいなのを一緒のあの場所っていうか一緒のところでそれを勉強させていただいたんですけど、今日はもうあののぼせもんののぼせもんの鍋さんだったり、あとは司会進行してくださった方だったり、すごいね、皆さんのフォローのおかげでたくさん頑張れましたし、あとはもちろんファンの皆さんのね応援のおかげで私は頑張れました。まあハート、そう楽しかったです。でもまさか優勝することができると思ってなかったのですごい嬉しいですし、マッサージ機かな、電動のマッサージ機をいただいたのでちょっと使いたいと思いますねえ、でも楽しかった。ラブコさん、司会のラブコさん、ありがとうございます。ラブコさんとナベさんのおかげで頑張れました。わあ、ありがとうございます。そう、私は1年前にもオーガスタに出演させていただいて、あ、金魚ありがとうございます。そう、出演させていただいて、トークショーにも去年に引き続き参加させていただいたんですけど、去年は、あ、金魚ありがとうございます。そう、そう、6期生、私6期生は1人っていうか、私なんて言えばいいのかな、6期生から初めて出演させていただいてて、去年はなので初めての外イベントだったんですよ、去年はオーガスタが。なのでなんかどうすればいいんだろうっていう気持ちがあって、だから去年はなんかイベントを楽しむっていうよりはなんかもう間違えないようにしなきゃって
ずっと思っちゃってたので、もうそれに比べると今日はもう最初から最後までずっと楽しめましたし、ファンの皆さんのね姿もたくさんお見かけできたし、たくさん手も触れたし、なんか去年に比べて余裕ができてるなと思ってすっごく楽しめました。楽しめた、幸せでした。そう、ありがたいですね、本当に。すごいロケットみたい。ありがとうございます。うん、わあ金魚。スペシャルライブ、スペシャルライブは5曲披露させていただいたんですけど、12秒、早送りカレンダー、君はもっとできる、 B さんはなぜなくなるのか、君とどこかへ行きたいの5曲披露させていただいたんですけど、結構ゴルフ場でイベントをするというか、ゴルフ場でそうやってライブがあるっていうのが本当にオーガスタでしか経験したことがないので、すごいオーガスタならではというか、結構、180度くらいもう見渡す限り足を運んでくださった方がいらっしゃるので、なんか、どこを向いても皆さんと目を合わせられるように、あとはなんていうのかな、なんか結構正面に座る席があって、あと右側と左側だったりあったりしたんですけど、基本みんな前を向いて、ステージっていうか立ち位置がもともと前を向いてパフォーマンスする形なので、右側にいらっしゃる方だったり左側にいらっしゃる方だったりは、なんかどうしてもその私たちの横の姿しか見れないことが多かったと思うので、なんかずっとそうやって横の姿を見せるんじゃなくて、ちゃんとその前にいる方だけじゃなくて、どの方にいる方にもなんかすごい楽しんでいただけたらいいなと思って、結構前だけじゃなくて左右にいらっしゃるファンの方のファンさもすごい意識しました。もう去年はそんな余裕なくてできなかったんですけど、今日今年はその周りを見れる余裕がね少しあって、でもやっぱり緊張してたんですけど緊張してて、そう今日このイベントオーガスタ今日いっぱい6期生がいてすごく嬉しくて心強かったんですけど、多分初めての外イベントだったっていう子もいたんですよ。でだから多分その子たちの方が緊張してるだろうから、あんまり緊張してるって聞いたら全然緊張してないって言っててびっくりしました。すごいもうさすがすぎ、さすが本当に。しかも、でも私の方が多分緊張してたかもしれなくて、そう私本当に顔に出やすいので、なんか緊張してたら多分顔が なんだろう、でもなんか緊張してるのが多分顔に出ちゃって、それがバレちゃうんですけど多分まだ緊張が取れないのはね治りません。まだ緊張はしちゃったんですけど、でもいざステージに立つとそうやって周りを見渡せる余裕ができて嬉しかったです。ちょっとやだやだ、はい、あそうだ、お願いがあるんですけど、9時55分とか5分前とかになったら教えてほしいです。お願いします。前髪かわいい、本当ですか、嬉しい。でもまだもう帰ってきてすぐ配信したのでちょっとポサポサなんですけど、
ありがとうございます。嬉しい。そう、昼ご飯はあの屋台、あのオーガスタはすごいいつも出店っていうかお店が出店されてるんですけど、そのご飯をいただいて、なんかたくさんいただけて、たこ焼きと肉まんとあと皿うどんと、かな？の3つを食べました。うわー欲しいありがとうございます。そう、でもいろいろありました。あ、金魚そんなに食べた？そう、そんなに食べちゃいました。ちょっと結構トークショーで汗かいちゃって、もうあの気がついたらいっぱい食べちゃいましたそうそうめんとかハンバーグとか、あと辛麺とか、いろいろホルモンとかもありました。あって、すごいね、わーありがとうございます。すごいいっぱい豪華な食事があっていただいちゃいました美味しかった本当にそう、肉まんがすっごい美味しくて、なんかあんがぎっしり詰まってたんですよ。もう肉まんの外側の生地に比べてもこの中のあんがギュって詰まりすぎて、もうほぼあんって感じな満足感で、すごい美味しかったです本当に。ジューシーでしたそう、しかも大きかったんです肉まん、美味しかった。そうだ、じゃあまたスペシャルライブの話に戻ろう。スペシャルライブの話、何の話からしよう。あ、そう、あのオーガスタはゴルフトーナメントのイベントなので、結構ゴルフの関係者の方だったりがたくさん、そのスペシャルステージというかライブも見に来てくださっていて、そう、それも嬉しかったですし、そう、なんかすごいファンの方はもちろんなんですけど、そのゴルフ関係の方もすごいあの笑顔で見てくださってて、すごい嬉しかったです。だからなんか初めてというか HKT のライブとかこういうステージを見るっていう方にも少しでも気になっていただけるようなパフォーマンスができるようにもっと頑張りたいなって思いました。頑張ります。そう、実は私は6歳の頃から小学校6年生12歳の頃まで約6年間ぐらいずっとゴルフをやってたので、結構ゴルフのルールとかだったりは分かるので、そう、なんか普通にプライベートでオーガスタとかオーガスタに行って試合も見てみたいなって思いました。今日 旧ツイッターにあげたんですけど6歳の時に私があのゴルフの練習をしてる動画を投稿したんですけど、あの頃は6歳の頃は自分だっけ、お父さんの影響でゴルフを始めたので、そう、なんかずっともうゴルフのルールとかもその時は全く分かんなかったのでただ球を打ってるだけとかだったんですけどなんて言うんだっけ種類というか打つ、うわ名前忘れちゃった、なんだったっけ、あのゴルフの打つ
棒じゃない、もう名前忘れちゃった、ごめんなさい。それが、私は7番が得意です。あ、クラブ、そうです、クラブ、クラブ、クラブ愛は7番が得意です。7番アイアン、そうが得意です。あと何気にバンカーショットも得意でした。そう、そうだから久しぶりに、今日は1年ぶりにクラブを、発音合ってますか、クラブパターをして、そう、入らなかったんですけど入らなかったんですけど、でも久しぶりに握れてすごい嬉しかったです。楽しかった。そう、なんか昔あの DS ゲーム機なんですけど、 DS でそのゴルフの、ゴルフができるゲームがあって、それを、それもしてました。思い出した今。そう、それもしてました。懐かしい。なんていう名前だったかな。でもね、DS でできました。確か。いや、マリオグラフではない気がする。なんだったっけ。そう、でもね、とても楽しいイベントで、今年もこうやってオーガストに出演させていただけて、すごい嬉しかったですし、来年も出演できるように頑張りたいなって思います。キャー、頑張ります。そう、今日帰りの車で、ななちゃんと隣の席だったんですけど、わ、すごい、たまやだって、ありがとうございます。ななちゃんと、今寝ちゃったら夜寝れなくなるから寝ないでおこうねって2人で言ってたんですよ。だから、あともうちょっとっていうか、もうちょっとっていうか、そんなに長い時間車に乗ってるわけじゃないから、ね、今は寝ないでおこうねって言ってたんですけど、その5分後ぐらいにどっちも寝てました。で、同じタイミングぐらいで起きて寝ちゃってたって思って。そう、私は明日アットジャムに出演させていただき、いただけるので、精一杯頑張りたいと思います。ななちゃんは24時間テレビのお仕事があるので、結構一日中多分あるって聞いたので、絶対大変だけどね、そんな大変さを感じさせないくらいいつも明るくて、本当にすごい、頑張ろう。そう考えてみれば、3日連続こうやって劇場公演、イベント、イベントに出演させていただきます。嬉しい、楽しみ、嬉しい。そう、楽しみです。初めてアットジャム出演させていただけるので、頑張ります。頑張ります。ねえ。そう、ちょっとね、こう話してるだけでね、ちょっと眠くなっちゃうんです。でもね、お話ししたいです。まだ。そう、今日、そういえば今日朝早かったんですけど、
なんだっけ、行きの車では寝なくて、珍しく寝なくて、多分トークショーが緊張しすぎて全然寝れなくて、多分そのツケが帰りの時に回ってきて、帰りに爆睡しちゃいましたそう、メイク落としてから寝る今日配信が終わった後の目標は、お風呂に入ってメイク落として、もう夜更かしせず寝る、明日の確認をして寝るそう、楽しみだなあと、じゃん、楽しみ楽しみ、そう無茶ぶり、そう今日そのオーガスタのトークショーで、君はもっとできるにちなんで、その誰かに対して無茶ぶりを要求するっていうコーナーがあったんですけど、私は清さんに干支の動物のモノマネを連続でしてもらうっていうのを、お願いしちゃって、タイプのヒップホップ系のミュージックを流して、アイドルっぽくというか、アイドルの曲のように踊るっていう企画と、その動物っていう企画、どっちかになるだろうなって、動物をモノマネさせて。